皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は久々の初心者はこれ引けシリーズの動画でございます。お待たせいたしました。わー、今回の動画はですね、モンゴル800さんの小さな恋の歌という曲を取り上げて、皆さんと一緒にバリバリギターを練習して楽しんでいこうと思います。ぜひ一緒にギターを持ってアンプをつないでピックを持って練習していただけると幸いでございます。まあこの曲ね、とりあえず全体的に言うとすごい簡単、よくその Google とかでさ、エレキ初心者とか、なんか初心者おすすめとか、なんかね、初めての曲とか検索すると、まあ大体この曲出てくるんじゃない。まあそのぐらいね、やっぱ簡単なんだけど、冒頭のね、一番最初のとこだけでね、めちゃくちゃ難しいのよ。だから今までこの初心者これ引けシリーズたくさんやってきたけども、まあ皆さんの中にはなんで小さな恋の歌出てこないんだろうって思った人も結構多いと思うんですよ。これね、あえてね避けてきたの。なんでかっていうと、イントロが超難しいから。マジでめちゃくちゃ難しいから。でもイントロ終わっちゃえば超簡単なんですよ、本当に。イントロ終わっちゃえばもう全然、もう今までたくさん練習してきた皆様だったらもう速攻で終わるぐらいのレベルで簡単なんだけど、イントロだけがめちゃくちゃ難しい。だからそこをね、一緒に今日は乗り越えていこうと思います。頑張ってチャレンジしてみてくださいませ。で、ちょっと本番に入る前に、今回の曲に関しては概要欄のところに URL を貼ってありまして、そこをペッてクリックすると、楽譜じゃないんだけど、なんかね、メモが置いてあります。メモ。この曲はですね、そのメモを頼りにこうバーッと弾いていけばね、一曲まるまる簡単に弾けるようになっていくので、スマートフォン、タブレット、パソコン、もしくはそのプリントアウトしていただいたりとかして、お手元に何かしらの形でそのメモを用意しながら、進めていただけると、どんどん話が早くなってくるかと思います。良ければ、プリントアウトしていただくのが一番いいんですけども、そんな準備をしてから動画を進めていただければ幸いでございます。それでは、一時停止をして、準備どうぞ。一時停止、ポン。はい。一時でしょ、終わり。お帰りなさいませ。そんな感じでございます。メモをお手元に用意して、一緒にギターを持っていただいて、バリバリと練習していきましょう。それでは、早速、参ります。パワーコードしか、この曲は使えません。人差し指を6弦の7フレットに持っていって、で、小指が5弦の9フレットです。で、この2本の音をベンって鳴らして、まあ、パワーコードを鳴らしていくと。ちょっくら久々なんで少しおさらいをしてみましょうか。パワーコードのおさらい。人差し指は6弦の7フレットに行きます。こうです。で、先っぽ。人差し指の先っぽは6弦の7フレットをしっかり大弦押さえてるんですけれども、お腹のところは使わない弦を軽く触れた状態でミュートをします。1弦、2弦、3弦、4弦、5弦。この5本の弦を軽く触れた状態にして、弾いてしまっても音が鳴らない状態を作るんですよ。ちょっとやってみていいですか？先っぽは6弦をしっかり押さえます。でもお腹のところは5本の弦を軽く触れている。で、この状態で一本一本ピッキングをしていくと、こんな感じになるのが理想です。こんな感じ。6弦のこの音は、まあ、ブーンつって伸びてるけれども、他の音は、なんかこうすぐに音消えるじゃないですか。だからこの状態で全部の弦をバーンと吹くと、この6弦の音がすごいこうしっかり出てくるんですよ。この状態を目指しましょう。これがそのブリッジミートの完成形です。で、この人差し指ができたらば、小指で5弦の9フレットを押さえて、小指も同じように先っぽで5弦をしっかり大弦して、腹のところで1、2、3、4弦、使わない弦を軽く触れてミュートをするという状態を作ります。薬指でもいいんですけども、僕は小指の方がおすすめです。もし小指の薬指でやり始めたばっかの人は、ちょっと今から小指にぜひジョブチェンジすることをおすすめします。小指の方が絶対、ミュートとかの方が有利なんで、小指がおすすめでございます。で、この状態で全部の弦を弾くと、こんな感じになるはずです。こんな感じで6弦と5弦はベンベーンと元気よく出るけれども、ベンベンと。この状態、一本一本弦を弾いて、自分の音をよく聞いてミュートができているかどうかをしっかり確かめながらチャレンジをしてみてください。話を戻して。で、このパワーコードを作ったならば、ブリッジミュートを使ってリズムを作っていきます。こんな感じ。一回
回ジャーッと引いたら6回ブリッジミュートをしてダウンピッキングします。じゃあ本人本人本人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 じゃあ こんな感じです。どうですか、できましたでしょうか。まあ今までね、その初心者取引シリーズもう最初から順番にこうバーっとやってくださってるならば、まあ全然ちょろいと思います。ああま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 あ別にミュートできるしブリッジミュートもできるし別に大したことないけどってなってると思うんですけれども、これがですね、めちゃめちゃ早いです。すごく早いです。やってみましょう。だいたいね220ぐらい、こんなん。じゃあ本人本人本人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 ワンツースリーフォー。こんなスピード、どうすか。おい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 、なんてこったい、ちょっと待てよベイベーってなってる人が、大変かと思うんですけれども、この速さでずっとダウンピッキングをし続けなきゃいけないんですよ。めちゃくちゃ大変じゃないですか。とてつもなく難易度高くないですか。マジでってなりません。220って結構な速度っすよ。結構な速さですよ。すごいよ。1秒間にも220回このピコ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 言ってるわけだからね。もうすごいよ。1秒間に44回、1分間か。1分間に440回このダウンピッキングをする速さでこうピッキングをしなきゃいけないんだよ。すごいよ。すごい速さだよ、これは。本当にもう。だからね、ここをね、今回の動画はもう重点的に練習していこうと思います。じゃあ、ホニーホニーホニー。でもちょっと早くする練習の前にポジションを確認していきましょう。少しおさらいになるんですけども、パワーコードがガーッと並ぶ曲の場合は人差し指がどこを押さえるのかをチェックしていくと、すごくシンプルで覚えやすくなります。人差し指の位置に応じて小指の位置っていうのはそのね、添えるような感じになってくるんで、人差し指がどこに行こうとこの人差し指と小指の位置関係は変わんないわけですよ。だから人差し指がどこに行くのかだけ覚えておけば小指の位置は覚えなくてもいいわけなんです。順番にやってみましょう。まず人差し指が6弦の7フレットです。ここが最初のポジション。でその次、5弦の6フレットに行きます。ここでその次5弦の7フレットに行きます。でその次6弦の7フレットです。もう一回行きましょう。6弦の7フレットからスタートして斜めに行き1フレット上がって戻ります。ここが1,2,3,4までの4ステップで、その次、また5弦の7フレットに行って、でその6弦の7フレットに行って5弦の9フレットから11に行きます。5弦の7から弦が上に行って、で横にずれて9に行って、さらに横にずれて11、この順番。もう一回頭から行きましょうか。6弦の7フレット斜めに行きます。斜め1フレット上がります。で1個弦上がります。でここで半分で、その次5弦に行きます。また6弦に戻って斜め9フレット、そして11フレット、こんな感じ。メモの方を見ていただくと、僕がその言ってる意味が分かると思うんですけれども、上の方にですね、その7677とか77911とかであると思うんですけども、これは人差し指の位置を、表しております。まあ、上の方にあったら5弦のことかな、上の方にあったら5弦のこと、下の方にあったら6弦のことっていう感じで、まあ、ちょっとね、空気を読みながらニュアンスで読んでいただけると嬉しいんですけども、まあ、感覚がつかめれば、あ、そういうことかとすぐ理解できるかと思うので、メモを見ながら参考にしてみていただければ幸いです。では今弾いたパワーコードのポジションをそれぞれじゃあホニホニホニで、ブリッジミート、そしてリズムをつけていきます。こんなん。ゆっくりやる分には簡単ですよね。ゆっくりやる分にはそうなんですよ、簡単なんですよ。ただこれを220とかそんなテンポにしなければいけない、こいつは大変だ。とりあえず早くする練習に関してはコードチェンジは全くしなくていいです。一番最初のこの7球のポジションだけで全然 OK。 ここのポジションをひたすら、繰り返してピッキングしていきましょう。
こんな感じで。で、この練習をするときは、メトロノームを使って練習することを強くお勧めします。皆さんがそのどのぐらいのテンポかは、どのテンポができるかちょっとわかんないんですけども、ちょっと順番に一緒にやってみましょうか。よかったら一緒に、練習をしてみてください。まず150からいきましょう。150。いきますよ。じゃあ、ホニー、ホニー、ホニー、じゃあ、ホニー、ホニー、ホニー、いきます。ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、フォー、じゃあ。じゃあ、ホニー、ホニー、ホニー、じゃあ、どうでしょう？まあ、このくらいはまあ、いけるかなって感じですよね。160、いきます。いきます。じゃあ、ホニー、ホニー、ホニー、じゃあ、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、じゃあ、ホニー、ホニー、ホニー、じゃあ、ホニー、ホニホニホニちょっと人によっては厳しくなってきたかもしれません。170いきましょう。170いきます。ワンツーワンツースリーフォー、どうでしょう。OK、 170いきました。180いきましょう。脱落した方は、コメントで、160脱落しました、170脱落しましたってコメントしててください。いきます。180いきます。ワンツースリーフォー。190いきましょう。いきます。ワンツーワンツースリーフォー。200いきます。脱落した方は脱落したテンポをコメントしてください。いきます。ワンツーワンツースリーフォー。いいテンポなかなか速くなってきましたよ。210いきましょう。いきます。ワンツーワンツースリーフォー。いいっすね。最後220いきます。220できたらあなたは偉い、できた人はできたってコメントしてくださいませ。褒めてあげます。いきます。ワンツーワンツースリーフォー。こんな感じのテンポです。コメントは済みましたでしょうか。この動画を、まあ、いつ皆さんがそのご覧いただいているかわかんないんですけども、今コメントしていただいたこの初日、小さな声の歌を練習し始めた初日、できたテンポが今コメントをしてくださったテンポなんです。これを1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、半年後、1年後、いつになるか分かんないんですけども、この曲ができた時に、またちょっとこの動画を見て、ああ、そういえばこの時もあったな、みたいな感じでね、少しこの思い出すきっかけになったら、マイルストーンみたいな感じになったら嬉しい感じでございますよ。できなくても大丈夫。こっからできるようになればいいんですから、こっから練習してできるようになればいいんですよ。全然ちょろい。全然いける。一緒に。めげずに、へこまずに、頑張っていきましょう。とりあえず、そのね、できる限り、その、動きを小さくすることがね、まず大事。動きを小さくすること。もう、普通にこの画面で見ていただいて、いただいてわかると思うんですけれども、その、僕のピッキングが、なんだろう、その、ちっちゃいのがわかりますでしょうか。極端に悪くやると、肩とか肘とかから動かしてしまって、動きの大きいパターンを、ちょっとやってみますね。今大げさに悪くやります。こういうこと、こういうのなんかあ、俺のことやって思った方結構いらっしゃると思うんですけども、こういうのね、よろしくない。もう肩とかもうそういうことなんですけど、みたいなのがすごいよろしくないです。できる限り動きを小さくコンパクトにまとめていくことが大事です。なんで肘の位置は変わんないし、手首の位置も変わらないんです。じゃあどこを使ってダウンピッキングしていくのよって話になると、手首なんですよ、手首。この小さな動きなんです。小さな動き。この手首の、ちょっと前から見ていただいたときに、この手首のこの支点っていうんですかね。この中心の位置。ここの位置はそうね、全く変わんないんですよ。ここはずっと変わらずに、このちょっと大きくやるとこういう回転、こういう、なんか頭骨と尺骨っていうなんかこの手首にかなんかこうなんか骨が入ってるんですけど、この頭骨と尺骨のこの2本の骨をこう交わせることで、
なんかこの手首ってひねられてるんですけども、この動きを使うことが何よりも大事です。この動きを使わないパターンは、肘からこういう風に動かしちゃったりとか、あと腕からこういう風に動かしてしまった、これはいいのか、こういう風に動かしてしまったりとかするパターン、これがよろしくない。理想的なパターンとしては、この手首の位置は変えずに、この手首の回転だけでピッキングをしていくと。この回転をうまく使えばさ、ほら、ピックの先ってさ、そこそこ、ほら、弦を弾けそうじゃない。この動きを使っていくんです。できる限り、リラックスをして、もう力を抜いた状態で、で、動きを小さくすることを意識して繰り返していきましょう。皆さんがさっきそのできたテンポあるじゃないですか。150、160、170とかってあると思うんですけれども、できたテンポで、繰り返し練習をして、で、ちょっとずつちょっとずつ、2とか3とか4とか、そのぐらいずつちょっとずつ BPM を毎日毎日上げていって、少しずつこの体の熟練度を上げていくことをすごくおすすめします。とりあえずもう毎日毎日繰り返すのが大事なんですけれども、ちょっとずつ上げていく感じ。ちょっとずつちょっとずつ。で、あんまりこれ無理して、そのね、突然速くすると、すごいもう体がガチガチになって、腕がガチガチになって、もうね、もう変なピッキングやってしまって、それが癖ついてしまうから、できるだけ自分が楽に弾けてる状態。を意識して、実践して、進めていただけると嬉しいです。で、無理をせずに、ちょっとずつちょっとずつ。もう行ってもね、BPM4 ぐらい。もう5とか10はちょっと上げすぎ。ほんとね、1、2、3、4ぐらい。ずつ、ちょっとずつ上げて、で、その余裕ができるようにできたら、またさらに4上げて、で、また余裕ができたら、さらに2上げて、3上げて、みたいな感じで、ちょっとずつやっていくとよろしいかなと思います。ギターを構えて、肩、そして背中、腰が曲がってないかどうか、体幹はしっかりしているかどうか、覗き込んでないか、しっかりチェックしてくださいませ。普通に座ってるのと何にも変わんないぐらい、もうすごいリラックスして自然体な状態で、ギターを構えて、という感じで弾いていきます。なんか接触が悪い気がする。なんか着々なんか出力が下がってるような気がするんですけど、これは気のせいでしょうか。なんかこんな音だったっけかな。まあいいや。そんな感じでこうね、全身リラックスして動きを小さくして力を入れずに、できる限りちょっとずつ小さな動きでやっていただけると嬉しいです。ちょっと頑張って練習してみてくださいませ。で、さっき冒頭でも言った通り、本当ね、このイントロが囲えられればね、もうね、ずーっと同じなんだ、ずーっと同じなんだ。ちょっとこのメモを頼りやってみましょうか。このメモの中のこの A メロ、ブリッジメトって書いているところが、今やったところでございます。で、この後にまたこの四角でこうね、数字が書いてあると思うんですけども、まあ見比べなくてもわかると思うんですけどね、全く同じです。ちょっとやってみましょうか。こんな感じ。もうほんと繰り返すだけ。いきまーす。ワン、ツー、ワン、ヒロイン。ちょっと逃げ出し。で、2回丸々繰り返したら、9で。パワーコードをジャーンと弾いて、で、ピックスクラッチをしましょう。ピックが痛むし、弦が痛むので、ピックスクラッチはやりたくないよっていう人はやらなくても全然 OK です。全然ガッツある人は一緒にピックスクラッチしましょう。ジャーンと弾いたら、ピックの側面を、この巻き弦、6弦、5弦に押し付けます。こんな感じで。ピックの側面を6弦、5弦に。押し付けます。じゃん、ずつずつずつ、ワン、ツー、キョイ、ツー、ベンデゲデゲっていきます。じゃん、ツー、キョイ、ツー、ベンデゲデゲデゲというふうに進んでいきます。でん、ずつずつずつ、じゃん、ツー、ワン、ツー、ベンデゲデゲ、ベンデゲ。こんな感じです。じゃん、ツー、キョイ、ツー。で、左手がまた最初のこの6弦の7フレットのパワーコードのとこに、このピックスクラッチをしている間に持ってきて、で、タイミングが来たら、このままピックをガッと駆け上げて、アップストロークをして曲を弾いていきます。下でもいいです。こう、ビャーンといって、キャーン、ショーンと、キャーン、ショーンと、下でもいいです。上でもいいです。お好きな方で。
やってみてください。ピックスクラッチからそのまますぐにストロークをする。これが、あとちょっとダサいんですよ。あとちょっと曲がってダサいんで、こんな感じでピックスクラッチと最初のジャーのストロークがこのねくっつくように意識をして練習をしてみましょう。でこの後はまた左手全く同じポジションでずっとストロークをしていきます。もうこの曲中はね本当にこれ以降ねずっと同じストローク、しっかりミュートをしてパワーコードを押さえてジャンジャカジャカジャカダウンダウンアップダウンアップダウンアップ。もうこれだけ、間違えた。こんな感じで、あとはそのメモに書いてある通りにも弾いていっていただければ全然 OK です。 B メロも5弦の6フレットから指して B B グルーバみたいな感じ。このメモの中の B メロのところ、ちょっとこうね、それまで、今まで6、7、9、11、縦線、6、7、9とかっていう感じで、こうね、4つずつ区切ってたんだけども、なぜここだけ3つになるのかっていうと、そんな深い意味はないです。単純にここで区切った方が覚えやすいかなと思って僕が区切ってるだけなんで、これは別に4つだからこうとか、3つだからこうとかで、そういう法則とか、なんかこう、特別な奏法とかあるわけじゃないです。単純に僕がここで縦線1回バンってぶった切ってブロック分けした方が覚えやすいんじゃないかなと思っただけなんで、そんなに深い意味はないんで、あんまり気にしないでください。で、B メロ、ここで、サビ前ブレイクしますとあるんですけども、一回バーンと弾いて静寂、間、この何も弾かない休符を置くことをブレイクなんて言ったりとかします。全世界を変える、こんな感じで一回弾いて音を止めてあげましょう。右手で止めてもいいです。そしたらサビ、ほら、いいメロ、こんな感じ、でんでけでけでけでってと、2回弾きましょう。で、この後の A メロのところ、A セクションのパワーコードのポジションと全く変わんないんだけども、こんな感じで弾いていきます。もうなんか見ただけでできますよね。もう2回ベンベンと弾いて止めるだけです。2回ベンベンと弾いて止めるだけ。こんな感じ。これで、もう OK です。で、その後また A メロ2回弾いて、A で2、2B メロ、2の B メロ。もうちょっと順番変わったりとかするんですけど、ブレイクする場所とか全部一緒です。で、唯一ちょっと変わるところとしては E メロのところですね。で、そこからリズムが変わって、ブリッジメイトを使って、夢ならばさ、こんな感じでサビに行くっていう感じです。なんかあとはもうなんかノリでいけそうな感じがしませんか？あ、なるほどね、みたいな感じで。ああ、もうパワーコードジャカジャカするだけか、オッケーオッケーみたいな感じで。このメモのそのポジション、電気が消えた。このメモのね、ポジションをしっかり確認しながらやっていただければ、全然簡単にできるかと思います。何度も言うようですけども、最初のイントロのテンポだけ克服できれば全然 OK なんですよ。でもここがね、結構ね、大変。結構大変。
220はね、結構大変。けど、さっき僕が話をしたポイントをですね、押さえていただいて、一緒頑張って練習していただければ、幸いでございます。そんな感じで、今日はちょっとさらっとした感じですけれども、小さな声の歌の、練習でございました。うまくできましたでしょうか？まあ、わかんないとこがあったらね、またこうバーっと、巻き戻しをして何回も何回も繰り返していただければ幸いでございます。で、僕はもういつもね、そのなんかノリでこう、ベーベーってこう喋ってしまうからさ、なんかこう、コメントでなんか早口すぎるとかって言われたりするんですけども、そしたらもうあのね、あのなんか 0.75 倍にしてください。あの YouTube のファンクションでゆっくりにする機能あるからさ、もうそこはもうあのね、おのおので調整していただければ幸いでございます。そんな感じ。もしこの動画でね、あの感想とか他のリクエストとかですね、なんかこの疑問点とかありましたら、ぜひバシバシとコメントしていただければ幸いでございます。優しい人がね、いろいろ答えてくれるかもわかんないし、僕自身が答えるかもわからないし、とりあえずまあアクションしてみればね、何かしら起こると思いますので、何か思うことがありましたらお気軽にバシバシコメントしてみてくださいませ。そして私、滝沢勝成、Twitter などでやっております、TAKAJAWA 滝沢という名前で Twitter やっておりますので、もしよければ、Twitter の方のフォローしていただければ幸いでございます。リプライで感想とかリクエストとかも受付してますので、お気軽にフォローの上いろいろこの話しかけていただければ幸いです。それではじゃあ今回の動画をこちらで終わりにいたしましょう。220目指して頑張って練習してみてください。ちょっと余談、ちょっとだけ余談、220と言いましたが、この曲ね、多分ね、そのレコーディングしてる時にね、あのクリック、あのピッコピッコピッコってこういうメトロノームね、聞かずにレコーディングしてると思うんですよ。なんでかっていうと、そのね、一曲の中でね、そういう BPM がね、めちゃくちゃこうブレてるんだ。まあ、良くも悪くも。いい意味ですね。どっちかっていうといい意味で。このパッション溢れるというか、なんていうか。特にその、バーラービン、ベベレベン、ベベベベベベのところで、急にこうね、BPM が20ぐらいガッと上がるんですけども、なんかああいうところとかね、その、なんかこう、なんつうんだろう、そのワクワク感というか、その勢い感みたいなのが出て、すごくいいとこなんですけれども、テンポがいくつってなかなか言いづらいところです。ただまあ、イントロのところに関しては、まあ、大体220くらいで弾いてらっしゃるので、その220を目指していただければいいかなという感じです。で、またさらにちょっと余談。もしそのダウンピッキング、ほんと、これもちょっと途方もなく厳しいぞって思いましたら、この、ジャンホニーホニーホニー、ジャンホニーホニーホニーのピッキングの仕方を、ジャンホニーホニーホニーっていう感じにしてもいいかなという感じが、します。もしあまりにも難しかったら、とりあえずこんな感じにして、曲を楽しむこと、弾くことを楽しんでから、練習してみるのも良いかと思います。そんな感じです。それではちょっと今回の動画もいい感じに長くなりましたけど、また違うところでお会いいたしましょう。頑張って練習してみてくださいね。それではさようなら、バイバイ、じゃあね、さようなら、バイバイ。